はい、ご覧の皆様こんにちは、ホステルと申します。プレイステーションディノクライシスの続きを再開していきましょう。いよいよ任務完了してね、メインエントランスを経由してヘリポートへ向かってピックアップしてもらうところまでやってきましたね。いよいよエンディングが近いのかな。以前一回やったことあるけどもう記憶にないからね、全く記憶にございません状態。お子様大好きプテラノドンだ。襲いかかってくんのかな。やめて。ちょっとそのくちばしでツンツンしないで。あー気持ちよくなっちゃう。やめて。ジグザグで避けていく。むしろ今当たりに行ったような感じがしないでもない。はい、片言をつヘリポート連絡通路。あ、なんかいるわ。なんか落とした今で。あー、はい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 、今まで来れなかったこっちの方に繋がっていたってことだ。敵いるだろ。あっ食らうか。うにゃー、よし。え？はあ、こっちか。格納庫。なんだとって思ったわ今一瞬。でここは？また何か動かさないといけないのかな。あ、動かせそうな木箱があるね。また察するにクレーン使うってことか。わかった。苦手だけどやるわ。アイテムとかないよね。格納庫内の環境を一定に保つための空調機だ。それ重要。俺のワインを置いときたいぐらいだわ。グレネードガン。ドイツのヘッケラントコンポの小型グレネードピストル。え、本当にこんなのあんの？実銃で。いや、メーカーはあるけどさ、こんな実銃あんのこれ。ちょっと調べてみるわ今度。え、押せる？もしかしてクレーンとかじゃなかったんだけど。あ、押せる押せる押せる。ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って。え、ちょっとレバー入れてないけど僕。これ押し方次第じゃ罪もあるんじゃね。あ、積んだわ。あ、積んでないかな。あれ、もう押せない。じゃあやっぱり罪だわ。ちょっとしたことちっちゃい木箱を階段にして登れるんじゃねえの。あ、登れないね。仕方ない。一回戻るわ。ラプトルいるけど。謎の力で木箱の位置をリセットしよう。先に、画面で見て、こっちの手前側の木箱を動かさないと。これ一回動かし始めると、ここから先はもう自動で動いちゃうんだよね。で、ここを動かして、上の木箱をこちら側に動かさないといけない。しばしお待ちを、ナウローディング。はい、では行きましょう。で、いけないけど。フォークリフトだ、動かす必要はないだろう。そうなの。動かしてくんない。あ、これも押せるんだ。どこまで押すんだろう。あ、ヘリポートって書いてある。もう一回押せばいいよね。あれ、押せないけど。通れんのこれね。段ボールが積まれている。これも押せるのかな。じゃあ、え、どうなってんの。仕組みがよくわかんないんだけど。なんで押せないの。
とよくわかんないな、これ。え、なんでもう一回押せるでしょうよ。どう考えても。またこれ失敗？なんとか通れるようになったな。押す順番結構計算して押さないといけなかったわ。グレネードなんで結構出てくんだこれ。いよいよラストが近いってことかな。これだけグレネードが出てくるっていうことは。ヘリポート。 You okay, Regina? Where's Gail? I don't know. Haven't heard a word from himWhat's he doing? Finally. You know, I had a really bad feeling about this mission. All things considered, it could have been a lot worse. That's odd. Something must have those animals spooked.こういう展開になるっていうことはまだエンディングじゃないのか。だって今出てきたのってまさしくカプコン製のヘリですよね。グレネードがここで使えってことか。ティラノサウルスをここで退けろっていうことか。倒せんのかこれ。そもそも扉に逃げれるかな。何？当選もしてんだけど。あ、エレベーターが起動するまで時間稼げってことか。うーわ、いってえ。普通死ぬでしょ。めっちゃ踏まれてる。カーク博士どっち行った。あ、こっちに入ってたってことか。いったあんまりダメージ受けてない。傷は浅いぞ。頑張れ。一発撃ってみるか。全然聞いてませんけど。来んじゃねえ。ヘリコプターの周りぐるぐる回ってりゃいいかな。聞いてないよねこれ。絶対これ絶対聞いてないよね。痛い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 。ダメージ受けてる。即死攻撃とかあんのかな。グレネード絶対聞いてねえだろ。さっきから何回も言ってるけど、しばらく待ってれば強制的に戦闘終わんのかな。時間稼ぐっていうか、とにかく逃げまくろう。当たるか。うにゅー。とこれでさ、時間経過で終わらなかったら不安なんだけど。すごく、もう一発打ち込んでみよっか。距離取って。聞いてねえから全然。ヒルミすらしない。
あ、ご苦労。今すぐ行く。待ってて。ああ、くる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 、やめてやめてやめて、ここまで入ってこれまい。ああ、よかった。めでたしめでたし。ディレックス攻撃してんのかな。止まっちゃった。どうすんだよ、出れんのか。都合よく扉で止まったな。で、彼はどこ行った。一応装備変えとこう。ハンドガンほとんど使わねえな、このゲーム。え、嫌な予感が。わあ、かわいいマスコット。あ、ちょ待て待て待て、夜だ。ここどういうところよ。広いなー、広いなー。研究施設屋外地下。あ、入れる。資材室。え、このダクト通ってくるんじゃねえの、ちっこいの。わあ、ちっこいのいる、ここにも。死体はメモを残している。いや、メモよりもそのアイテム調べたつもりなんですけど、僕。はい。怪物たちめ、一体どこから現れた。必死で奴らの爪から逃れてこんな地下に追い詰められてしまった。この地獄から逃れるには、もう地下3階の港に行くしかない。あそこなら研究資材を運搬する船か何かがあるはずだ。しかし、たどり着けるだろうか。と言われても、目の前に答えあるわ。たどり着けたかどうかの。うん。脱出用じゃないな、搬出用パスカードを取りました。このカードのないスタッフはエレベーターの作動に多くの制限を受けるようだと。君はそこで物言わぬ屍になっているようだな。誰がありがたく思っていただきたい。私が意志を継いでやるわ。お前の屍を乗り越えて私が脱出する。寄るな、ちっこいの。ああ、連絡エレベーター1号機。あ、いつの間にお前来てるんだ。ひょっとしてデコイに使われた、あのちっこいなど。下がって上がって、どこに繋がってんの、このエレベーター。だいたい港って地下3階って書いてなかったっけ。あ、こんなところに。今手に入れたカードを使うことによってさらに地下まで進むことができるっていうことかな。ゲイル全然出てこなくなったよね。カーク博士は出てきたけど。え？What happened? Ah, this piece of junk must have blown a fuse. What's going on? Power went up. Gale? Are you on floor B3? Yeah, get the power online now. Gale, it looks like there's a port nearby. There's gotta be a ship we can use. Copy. Leave Kirk to me.You two get the power back online and secure our escape.
これで地下3階まで、あ、たどり着いたっていうことだね。シャッターに書いてある。搬出室。なんか地面にスマホが埋め込んであるんだけど。わ、どこかで見たことのあるマシーンが。これ察するに戻れっていうことだろう、多分。これとは扉じゃね。予備電源室。あ、ここにバッテリーあんのかな。あるわ。で、一個パクってけんのかな。レベル C 以上のキーカードが必要だ。起動用バッテリー白。予備電源の起動動力を供給する大容量バッテリー。地下研究エリアではメイン電源起動にも用いられると。これ持っていけば使えるだろう。ここを動かす時が来るのかな、今の部屋の中も。どこかで改めてバッテリーを入手して。え？これ使えばいいんじゃないの？修理はできそうにない。リックがやってくれるのかな。なんか茨の道ばっかりやらされるな。ここもなんかボスと戦いそうな地形になってるし。とりあえずアイテムから。グレネードなんで。扉の先はセーブポイントのような予感はするけど、一回入ってみよっか。こじんまりとした部屋になってる。制御室だって。リックここに入ったのかな。あ、ちょっと安心できそう、空間的に。地下3階クレーンガント2。無人でクレーンの動きを制御する。他のフロアのクレーンには使用できない重要アイテムだね。あ、2つもある。リックはハッカーか。クレーンガード1と2があって別々に使うのかな。セキュリティの稼働状態の割合を示すグラフ。この先何。プラグ一つもないよ今。これはこのエリアのセキュリティを管理するための端末。え、ちょっと待って。自分思ってた部屋と違うんだけど、今来たところ。あ、あそこエレベーターか、右側。エレベーターとバッテリー手に入れたところだ。マップに自分の位置が表示されないから、自分がいる部屋は表示されるけど、自分自身がいる位置が表示されてないから、どこにいるのか全然わかんなくなる。はい、というわけで今回この辺で終了にしよっか。ということはこの扉を開けていけば新展開ってことね。はい、ではご視聴ありがとうございます。